皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回はこちら、じゃじゃん、タケさんからのですねベース用の最新ボード、投稿いただきました。誠にありがとうございます。タケさんといえばインド駐在ということでね、新規初投稿の時はね、こんなにカラフルなボードがですねだんだんこうダーク化していてですね、今や全ての、エフェクターがですね真っ黒だって、チューナーまで真っ黒ということでですねすごいですね。しかも MS3 のねスイッチャー、こちらの、スイッチハット、こちらもですね真っ黒になっているということでですね真っ黒ボードなんですけれども、今回注目いただきたいのは3台ですね。この1つ前のボードからね採用されている、国産のサウンドフロックさんのベリアル S ですね。こちらの超ご常連のベースマンさん、もですねこう切り替えられていて、サウンドがねすごくいいのでね、概要欄に貼っておくのでぜひ見ていただきたいんですけど、こちら継続して使われているということ、それからですね今回サーの、バッファーを入れていたんですけど、こちらをですね4000プリに変えられて私の環境には合っていると思いますということでね、こちら注目ですね。それから、ズームのマルチ、コンパクトマルチの MS60B、 これ真っ黒なやつあるんだなということでですね、で、空間系は MS3 に入っているマルチに任せて、前段でこの MS60B のオクターバーとシンセとして使っているということでですね、このサウンドを聞いてみたいなというふうに思います。それからね見た目、ですね、まず、このパッチケーブルがね、ペボーさんと同じ EBS の、フラットパッチケーブルのゴールドタイプでね統一されていて、とってもね見た目がすっきりしていて、配置もねとっても綺麗ですよね。あとボードの方はおそらくこの、隙間を見るとロックボード製なのかなと思うんですけども、とにかく見た目がすっきり、配線も綺麗、で全部真っ黒っていう、ベース用のボードでございました。皆様方もぜひね、タケさんの、ボードを参考になさっていただきたいなというふうに思います。タケさんいつかこのサウンドを聞かせてください。インド駐在、単身赴任頑張ってください。ありがとうございました。